思います、今日はですね、平塚にお邪魔させていただいてます。で今日はヤマさんもいらっしゃるので、ヤマさんにですね、今の、まあ、女性旧車乗りとか、まあ、そういった方はヤマさん的にはどう思ってるのかなっていう、まあ、そういう形でちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、はい、正直ね、まあ、この正直ぶっちゃけなんです。やっぱりヤマさんといったらもうレディースの、まあ、神奈川の、まあ、ドンだと今思ってるんで、その中から見たやっぱその、まあ、女性旧車乗りとか、うん、まあ、そういった方たちの、まあ、どう思ってるのかなとか、うん、ちょっと、正直、はい、正直嫌い嫌いですか、嫌い、うん、はい、ただ、はい、私たちは、はい、一暴走族であって、はい、旧社会の人間ではないから、はい、暴走族には暴走族のルールがあって、はい、旧社会には旧社会のルールがあるから、はい、昔だったらもう乗り込んで、はい、引きずり回すようなことがあったけど、はい、やっぱりね、今旧社会が主流になっちゃってね、暴走族のルールがないから、はい、だからあえて絶対、うん、ね、それはしないけども、はい、だから楽しく走ってればいいんじゃないので、はい、口出しはしないけど、正直が嫌い。あ、うん、で平塚にもちょい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 いるみたいだけど、はい、でこう私なんか走ってればそこにこう割り込んで入ってくるようなガキもいっぱいいるしね、山さん、うん、そうそう、だけどまあその時は跳ねないけど、はい、跳ねない、はい、すぐ跳ねちゃうから、はい、車でもう自分の車であろうとね、だけど今は抑えてるけど、ね、はい、そう、もうだって子供より下の子たちだから、何歳ぐらいの子だったの？いやだから16歳の子だったの、おー、結構若い、うちの息子ぐらい、そうそうです、うちの息子17だって、うちの息子が29だからね、もう、あ、結構、そう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 、だからもうなあえて何も言わないけど、はい、うん、うん、正直旧社会は好きじゃない、あ、まあ、やっぱ今時代だとやっぱこう、まあ、レディースっていうものがまあ今はあんまもう何十年もないと思うんですけど、やっぱまあ今乗られてる方ももしレディースがあったりとかしたら、まあレディースをやってたのかもしれないですし、今はね暴走族自体がないから旧社会に行くしか今の子はないのかもしれないけど、だったらそういう暴走族をやってやればよかったんじゃないのって、うん、あ、作ってるところですね、確かに確かに、あ、でも今それで言ったら、うん、今ないって言ってますけど、なんか01で立ち上げちゃうっていうのはありなんですかね。だからね、この前ね、闇女帝復活させたいって、え？いう子がいたわけよ。いや、復活？え、それはどこで走るのって聞いちゃったよ。はい、そうしようもないし、うん、はい、うん、で、うちは旧社会でもないし、はい、今、ゲンチャリ暴走族が平塚にいるのね、はい、そうなんですか、あ、そこでやりたいみたいな感じ、はいはいはい、ふざけんじゃないよ、え、じゃあ、ゲンチャリ暴走族でゲンチャリとしての闇女帝として走ろうとしてるってことですよね、それちょっと、それはちょっと、それはちょっと歴史を知らない、ちょっと軽く見てますよね、はい、名前、看板が、看板が、はい、うちの条件は、うん、まず入るときに、うん、まあ、1ヶ月の見習い期間は、うん、まあ、うちだけじゃなく、夜行ヘムとかもそうなんだけど、うんうんうん、プラス、はい、水商売はその1ヶ月だけ許してるの。あ、そうなんですね。その1ヶ月だけ許して、うん、なんでかって言ったら、うん、単車の頭金10万と、フォークを作る10万を作ってこい、はい、それは絶対に必要だよって、うん、だからその1ヶ月で20万作らせるのね、はい、それができなきゃうちは無理だし、うん、主体がないのに、はい、その総集年号、ね、はい、どこで走るのって、うんうん、だからダメだよ、はい、やっぱりずっとうちの後輩がやってきたことを今の子だからといって、ね、話それを甘くしてやるっていうのはさせたくないから、はい、じゃあできないでしょって言ったらできませんって、だからやめなさい、はい、うんうん、そう簡単にそう、まあ、闇女帝の、まあ、看板を、うん、今だからといって、うん、軽々しくやらせることはできない、そうそう、なんかレディ、うん、やってた方がいらっしゃ、うん、今やっぱりレディースっていう男の暴走族もそうですけど、結構レディースの方が厳しかったんじゃないかって、うん、とか聞くと厳しいのかなと思うんで、うんうん、なんとなくですよ、今01でなんか立ち上げたいと思う、なんか気心的な感じで言うと良かったのかなと思ったけど、でもちょっとそれは知らずすぎですよね、うん、ゲンチャリじゃちょっといや、もうだって格差があるというか、なんかだってレディースのその闇女帝の格が下がっちゃうじゃないですか、うん、絶対それはねって感じだよね、うん、そっか、今でそもそもなんで暴走族って今こんなにいない感じになったんですかね。なんで？何でやるんですかね。あれでいじめたんだよ多分。ちょっと何か来たんですけど。はい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 。うん、今はもういないですからね。そうですね。ああ。しかもなんか山さんになんだろう
もう山さんを止めたんですよね。ちょっとあ、それさっき言ったのか、まあ、うん、こういう名詞はあれですけど、なんかさっき止められたって、うん、平塚で止められたそうだよ。平塚さん、そこ、あ、そう、そこの信号ユーノスのところ。あ、そうなんですか。そうそうそう、止められて、なんて言われるんですか。金属バット振り回されてない。マジっすか。え、なんですか。女性に金属バット振り回される。え、振り回してたんですか。そう、振り回してきて、え、なんだこいつは、うん、ただ私その時自分の車じゃなかったの。はいはいはい。で、旦那が横に乗ってて、旦那は作業車だったから、はい、次の日仕事行けなくなったら引かないよ、はいはいはい、引かなかったけど、はいはいはい、自分の車だったらめっちゃ引いてたよ。え、でもまあ金属バット、いや、なんか、うん、え、山さん普通に車で走られてたんですか。そう。そしたら向こうは、あ、だから昔で言う信号止めされたと思う。あ、そうでも山さんがなんかそういうどんな運転をしてたからそんなんですか。普通に運転してて、ええ、ほんで多分あいつらは昔の暴走族でしょ、信号止めするのに一般車を止めるような感じ、うん、わあ、そういうことですか。それで金属、えって思って、そしたら、そう、すごくないですか。あの今の子って特攻服じゃないから、ドカジャンだから、はい、そこにグレンって入ってて、なんだこのグレンってチームって思ったら、はい、現在のチームだったね。あ、それ平塚である現着のチーム、グレンっていうんですか。それはもう男女が混ざってるチームなんですか。そこは女の子はいないと思う、男の子だから。男性の、うん、だ、あの、その男性のチームに止められたんですか、うん、そう。ああ、待って、え、女性に止められたと思ったんですけど。あ、女性もあるよ、違うところで走ってて、うんうんうん、男と女の子が混じり合って走ってるところね、うんうんうん、それも多分平塚だと思う。あ、それ、だから自分が、まあ、シュータさんの世代だったり、その上の方だったりとか、うん、まあ、自分のギリギリの世代とかだったら、まずありえないですよね、うんうんうん、見た瞬間、うん、でも、あっちも知らなかったってことですもんね、あと知らなかった、見てもらって。あ、私の車は結構、はい、あのナンバーが5番だから、うんうんうん、プリウスの5番も気をつけろって言われてるので、だけど、その時プリウスじゃなかったからね、はいはいはい、あ、それはあれ、大丈夫ですか、5番って今どこ。あ、大丈夫、あ、大丈夫ですね、うん、はい、プリウスの5番です、はい、だから、うん、なんだろうね、多分ね、うん、まあ時代の流れで走りたければ走ればいいと思うけど、はい、私は、はい、昔の考えだから、はい、好まない、あ、そうですね、ただそれだけ、うんうんうん、ありました、うん、今日はなんかいろいろと貴重な話を聞かせていただき、はいはい、ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございました。